どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、お猿デッキをねご紹介していきたいと思います。お猿デッキっていうのはまあどういうデッキのことを言うかというと、まあ猿のようにワンキルするっていう、まあ要はなんだろうな、理不尽なこうワンキル系のデッキによく付けられるリンクス特有のなんかまあなんでろうな呼び方、お猿デッキって言うんですけども、本日はお猿サンダーっていう、デッキを作ってきたんでご紹介していきたいと思います。めちゃくちゃ猿です俺パワーカードすぎんだわ。根源竜レビオニア、こいつやっぱ書いてることおかしいやん。こいつしかも3000打点もあるし、でしかもなんかこいつ3000と0だからステータスが戦列でサーチできるんですよね。めちゃくちゃ強いんですけど、でこのレビオニアって光闇、両方とも除外するとこの光と闇フィールドのカードを2枚まで選んで破壊するよっていう効果出るんで、まあもちろん攻撃はできないですよ、この効果使う場合はね。攻撃できないんですけども、だからこの光と闇を墓地にじゃあ貯められればいいと。もうこの効果通ったらまあ勝ってるんで基本的には。だからサンダードラゴンデッキ、光と闇といえばやっぱサンダードラゴンデッキなんで、カオスソルジャーかまあサンダードラゴンデッキかみたいな感じなんで、まあここに組み込むと強いですよと。でやっぱ除外された時にあの効果が発動できるモンスターがやっぱりかなり多いので、だからあのそれとも相性がいいし、あと展開力すごいんで、根源竜レビオニアってこれ効果発動すると殴れないんですけども、まあ展開力で全部ぶっ破してご利用せるっていう、まあ要は例えばブラックローズした後にサンダードラゴンってワンキル取れるじゃないですか。なんかあんな感じでキル取れるんで結構強いですよと。でね、まあ墓地を肥やすギミックとして援軍と、あとそれからまあ普通に戦えるように質入ってます。で30だとレビオニアが引けないんで、まあ極力デッキ枚数抑えてやっぱ22くらいが限界かなと僕は思いました。でこれスキルはやっぱりインチキドローがなんかレビオニア引けるから強いんじゃねえかなと思ってます、個人的には。まあここなんかワンキル封じの根性とかなんか LP 増強とかそういうのでもいいと思うんだけど、まあインチキドローがやっぱ一番楽しいね、なんだかんだで。シンクロモンスターバルブ入ってるんで、結構いろいろできたりとか、あとこいつもチューナーじゃないですか、ライデンが援軍で持ってくる、これがチューナーなんで結構いろんなシンクロモンスター出せるんですけども、枠がないんだわ、本当に枠がない。これね、もうね、できればね、もう一個入れたいのがあって、オニマルっていうレベル12のシンクロモンスターで汎用なんですよ。あれオニマルっていう、あのオニマルどういうモンスターかっていうのね、これだ、これ汎用で12シンクロできるんですよ。これなんで12シンクロしたいかっていうと、これ投げれないじゃないですか、効果使った後。だからそこと例えばライゲンとかでオニマルに、して殴るとかいうことしたいんだけども、ちょっとね、まあ結構このデッキ回したんですけどね、だからね、それよりもやっぱり7とか、まあ、先行で作る9とかの方が、あと10ね、で優先、あとブリューナとか、この辺が優先順位の方が高くて、入れたいんだよ、本当は入れたいんだけど、これはちょっと1回抜いた、うん、難しい、これかなり、エクストラかなりむずい、なんかできることが多すぎるからむずい。まあね、ここはもしかしたら、デストロイサムライはもしかしたら、ここのオニマルとかでもいいのかもしれない。これむずいっす。これちょっと皆さんも挑戦してやってみていただければなと思うんですけども。いや、ほんまにね、マジで猿だから、動き方見ていただければ分かるんですけど、あ、で、クリボールとか入れると防御力は上がるんで、一応ああいうのもありなんですよ。けど、あんまりデッキを太らせると引けないから、そのパーツが、初動と、このレビオニアが引けないんで、まあ、その辺難しいかなっていう感じ。はい。というわけでね、早速、お猿ワンキル、ネオニューお猿サンダーワンキル決めていきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、お猿ワンキルを決めていきましょう。あ、ちょっと弱い。まあ、いや、雷電流効果発動。そして、雷鳥流の効果。墓地の雷獣流を特殊召喚。ナイスですね。これ、まあ、別に、単純 D か。単純 D や。ディスティニードローか。ディスティニードローかもしれない。オッケー。ブラックマンションかなんかな。あ、オッケー。ブラックマンション、オッケー。ナイスですね。
もお待たせしすぎたのかもしれませんね、このデッキは。まあ、どういうデッキか簡単に説明しておくと、マジで猿デッキです。マジで猿。まあ、ワンキューするっていうデッキですね。で、先行だったら結構、まあ、こういう上級モンスターとか、まあ、ドデケモンスターを立てて、壁にしながらインチキドローをして2ドローしていくっていう、そういうデッキですね。これ破壊してくれないと、ちょっとめんどくさいんだけど、まあ、破壊してくんなかったらくんなかったら別にいいか。あ、終了。まあいいでしょう。大電流サンダードラゴンの効果は発動しといた方がいいね。これで一応レビオニアのコストを確保しながら、次レビオニア出ますよと、次レビーが出ますよと、お猿モンスターが出ますよと、はい最強、はい最強、はい最強、はっ、光の援軍発動。いや強い、バレブも落ちた、めちゃくちゃ強い、あー強い、なんていう強さだ。そしてレビーオニア出す、お猿行く、お猿行こう。猿だなこのデッキ。闇と光を巻き込んで、クリボールはね、後で雷光で回収したりできるんでね、除外しとくと結構いいことがあります。割とこうですかね。でこれで例えば、まあ、これ多分ナビゲートなんですけど、相手の癖でレビオニアの効果発動、これにチェーンして雷電流の効果発動、これによって、天罰とか摂理をレビオニアが食らわないんで、レビオニア対策は多分ね、デモンズチェーンとかが一番いいと思いますね。デモンズチェーンとか、あと聖杯とかかな。まあ一応聖杯だと3000になっちゃうからちょっと微妙ってなるけど、ナビゲートは強い、ナビゲートは強いが、出てこざるを得なくて、で出てきたモンスターと魔導陣をぶち壊していけば私何の問題もないんで、はい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 、 OK です。りょ鳥で何を破壊するかっていうと、魔導陣と、まあ、ブラックイリュージョンかなんかでいいですかね。はいはいはい。でですね、墓地のグローアップバルブの効果発動、デッキトップを墓地に送り、このモンスターを墓地より特殊召喚レベル5、雷電流にレベル1、グローアップバルブをチューニング、シンクロ召喚、氷結界の竜ブリューナク降臨、ブリューナクの効果発動、デクダのカードをなんかいっぱい、ですね、こことこれを墓地に送って、相手のフィールドのモンスターを2体まで手札に戻して、さらに光と闇属性のモンスターを、猿だな、猿だな、しかし猿やなこのデッキ。はい、あ、なに貴様、なかなかやるな、クリボールあるのか、ボールがあるということか。やばい、これはミスったか、これはボールケアしとくべきだったか、これはボールをケアしておくべき、あっ、危ねえ、ちょっとミスりましたけど、まあお猿ですね、お猿に変わりはない。さあお相手の方、かわいいや、声がか、もう声がかわいいやん、もうずるいやんそんな。ずるくない、かメガネ取れよお前、メガネ取れよ、セットしすぎ問題、ハンドめっちゃ強いな、ハンドめっちゃくちゃ強いやん、光の援軍の効果ゾーンで、どんだけ不幸、うっそ、不幸すぎるだろそれ、不幸だろ。封印の黄金室の効果発動、これはえ、そんなことあります、あ、大丈夫だ、コストにしないといけないな、レビオニアは持ってきたい、レビオニアは持ってきたい、雷電流じゃない、ちょっと計画狂ったんだけど、アサシン2体落ちてんじゃねえよてめえ、仕事せえや、何定時退社してんだよ、退社すんなもん、ゆとり世代かよ。墓地送るのは闇でいいから、こうして、で光しかいないんで今墓地に、だから闇を貯めて回収はこっちですね。で、ドラゴン目覚めの戦列発動、ドラゴン目覚めの戦列、はっ、すっ、すっ、強すぎか、
強すぎだろ。そして墓地の光属性および闇属性のモンスターをこのゲームから除外。うん、これでいいか、これでいいよ。でここ3体除外、現れよお猿さん。お猿さんの効果発動。そして雷鳥竜は効果発動せず。さあどうですかさあ、おー、なんのない。後ろから先バックなんじゃないかな。バック剥がすわ。選んで破壊、選んでね。処理の時に、あ、二刀流6部か。だったら殴る必要ないんじゃないかな。あれ多分あれでしょ、風魔でしょ。エンドじゃないこれ、多分エンド。二刀流だったらめんどくさいから、二刀流だったらめんどくさいからエンドだなこれ。あ、光るの、二刀流じゃないな、なんだこれ、なんだ、ちょ、わかんねえけど、まあいいや。オッケーオッケーオッケー、いいよ。お猿一体3000超えられないでしょ、なかなか。3001体は意外と絵にしなかったら結構超えられないっていうのが、まあ6部衆なんで基本的には。はい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 、これはもらったか。これはまたお猿ムーブ決めるか。スーパーお猿ムーブ決めるぞ。これ、このお猿モンスター強すぎだろ。ナイスですね。なるほど、光属性闇属性確か3体いた気がするんですけども、あー、ちょうどいるんですな。墓地リソース管理がうまいですな。アサシンどっか行ったけど、アサシンどっか行ったけどね。レビオニアの効果発動、雷獣竜の効果は発動せず、雷電竜の効果だけ発動。相手のフィールドのカードを2枚選んで、もうカナディア OK、 カナディア OK、 まあ多分あれは風魔、あれはおそらく風魔オッケー。で、雷鳥竜サンダードラゴンを手札に加えて、相手のセットモンスターとカナディアを破壊。パコーン。そしてフーマ、オッケー。フーマの効果発動。いつまでこの戦国時代の武将たちはのさばるんでしょうか、環境に。まあ、もう環境にはいねえかもう。では私はこの役立たずとなったレビオーニアかっこお猿さんをアドバンス召喚、現れよ雷電竜。そしてトリッピーの効果発動、除外されている雷獣竜を飛ぶ召喚サルー。さあお相手の方、ジャックアトラス選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ、光の援軍の効果によって、ライトロードアサシンを持ってきながらのライトロードアサシンライデンを召喚、アサシンの効果発動、ささっ、オッケー。で、トリッピー効果、トリッピー効果によって、雷獣竜サンダードラゴンを蘇生、そしてレベル6、雷獣竜サンダードラゴンにレベル4、ライトロードアサシンライデンをチューニング、シンクロ召喚、天球破竜、ドラゴンアセンション、かっこいい、ドラゴンアセンション、かっこいい、ドラゴンアセンション、めちゃくちゃかっこいい。これはトリッピー、あ、トリッピーねえのかも。トリッピーないのはちょっと若干聞いてない感はあるな。トリッピーないのもうマジそれマジ、まあいいや。トリッピーないのはちょっときついな。雷獣竜とかで回収したりとかしないといけないな。ちょっと落ちすぎるのも問題なんですよね、あのトリッピーは。一応3飲みしてるんですけど、落っちゃった場合のことを考えて。さあドラゴンアセンションはただしね、あの破壊されると無のリングきた、あの破壊されるとシンクロ素材とした墓地の、モンスターを2体蘇生できるんで、一応結構強いんですよね。ちょっとチェーンうるせえからもう使うわ。なんかね、このドラゴンアセンションさん意外と壁として結構優秀だから、あとはあのインチキドローもにもなるしね、戦闘破壊だったの、まあ、3000戦闘破壊ってあんまないけどね。なんだかんだこの先行アセンションもめちゃくちゃ強い。セットなんかやばそうだ。なんだこれ、どういうデッキだ、どのようなデッキ、やばい、次世代戦士だ、次世代戦士来た、次世代戦士だ、粉砕、あ、強い。まあでも一応耐久はできる。ダイレクトやばい、ダイレクトはやばい。なんだこれ、なんだこれ、何これ、聖杯、待ってやめて、それは、いやー、次世代ムーブすぎる、これは次世代。